進化とは自分のできないことに向き合い続けるということだと思ってます。パフォーマンスを維持するためにはストイックにトレーニングをしてメンタル面を整えてたこともあったんですけど、最近は自分がワクワクしながらプレーをするっていうのを大切にしていて、車の運転とか結構私は好きなので、そういうところでこうどんな道を走ろうかとか、結構知らない土地に行くことも多いので、そういうことがワクワクする一つかなというふうに思います。昔は本当に1000球とか1500球とか1日打って体を酷使して1日でそれしかできないっていう感じだったんですけど、これからは客観的な視点を取り入れたイノベーションっていうのは必要になってくると思うので、スイングの分析だったり体の分析っていうのを全部データ化してトレーニングだったり練習に生かしていくようにしています。今ゴルフ界は若い選手がもうどんどん出てきていて、みんなすごく活躍しているんですけど、10年後もそういう中で私もトップクラスで戦っていたいなというふうに思っています。未来の最先端のトレーニングは AI でこう体の動きとかを全てコントロールして、その人に合った体の動かし方とかっていうのがより細かく分かるようになると思うので、そうすれば常にこういいパフォーマンス 100% に近いパフォーマンスを続けられると思いますし、そうなれば年齢に関係なくトップレベルで活躍できるっていう未来があるんじゃないかなというふうに思います。さらにこの先の未来は、私が今取り組んでいる客観的な目と主観的な目と自分と向き合い続けるということを、これからトップを目指すジュニアの子たちに伝えていきたいです。